設備ぐらいが違うかなと思いますね。本日は顔の脂肪系についてご紹介したいと思います。顔の脂肪系の中でもここですね、頬の横のここですね、マルドネットラインのちょっと上ですね、上下ハットの部分の脂肪系をちょっとご紹介したいと思います。で今回の方は40歳女性ですね。身長が160センチで体重が60キロの方の頬と顎下と上下ハットの脂肪系、そしてバッカルハット施術、そして最後にドリフトをしていきたいと思います。ここですね、このところ頬がここなんですけども、こっちが顎下ですね。ここがジョールファットですね。この口の横のところ、今ちょっと麻酔したようにちょっと盛り上がってるんですけども、ここがスッキリしてもここがちょっと気になっちゃう方、この奥の深いところのお肉が気になる方は結構多いですね。でここのところがジョールファットの部分になりますので、今回はここをメインでしっかりと吸っていきたいと思います。今回の方は10年前に顎下だけの脂肪筋をされたんですけども、やっぱり顎下だけだとこのフェイスラインがあまりスッキリしなかったということで、今回は10年前の顎下の脂肪の取り残しと頬とジョールファットも含めてしっかりと輪郭でお伺い術を行っていきたいと思います。過去に一回脂肪筋をしていると硬くなっている方多いんですね。硬くなっているととても吸いづらいので、このようにですね、ベータとかアクセルの設定器をしっかり使いながら、昔硬くなったところもほぐしながら脂肪筋できたらいいのかなと思います。ここですね、ジョールファットのところ、ここのところにもしっかりとレーザー波をかけてしっかりとやっていきたいと思います。ここですね、ここのところがジョールファットのところになります。ここもしっかりとほぐすと、ここも取りやすくなりますね。そしたらしっかりとレーザーでほぐしておりましたので、このアピースの循環ですね、24個ぐらい穴があるんですね。すごい細かいやつで吸うと全然ダウンタイムなくそういうことできますので、これでしていきたいと思います。今回ご紹介しているのはジョールファット除去になりますが、顔の脂肪がついている部位としてはバッカルファットやメーラーファットという部分もあります。バッカルファットはお口の中から取ることができる脂肪で、ご飯を食べるときにお口の中を噛んでしまったり、小さい時から霜膨れが気になったりしている方はバッカルファットを取るとスッキリとする方もいます。メーラーファットはほうれい線の上にあるお肉で、笑った時にほっぺの上がもっこりする方はメーラーファットを取るとスッキリとする方もいます。ただお顔の形は個人差がありまして、適用の性質も異なってきますので、適用の部位はカウンセリングでお伝えしております。ここですね、ここがジョールファットですね。こういうふうにすると分かりますかね、ここのところなんか全然スッキリ具合が違うかなと思いますね。こういうふうにしっかりと吸うことが分かるかなと思いますね。ここですね、ここのところがジョールファットになります。こっちは顎下ですね。10年前に脂肪筋をされたと思うんですけど、ちょっと取り残しとかあるので、そういうところも含めてしっかりとやっていきたいと思います。半分吸って、ここですね、ここの頬のところとここですね、この口の横のジョールファットのところしっかり取れてるかなと思います。あとは顎下ですね、フェイスラインの下、ここが顎下なんですけど、ここも取れました。約 30cc 取れてますので、また今度ですね、残りのこっち側を行っていきたいと思います。今回の方の施術時間は合計で約30分から40分くらいになります。頬、顎下の脂肪吸引、ジョールファット除去、バッカルファット除去、糸リフトの施術を行った場合のビフォーアフターはこちらになります。今回はこの後糸リフトも行うのですが、脂肪吸引と一緒に糸リフトを行うとたるみの予防にもなりますので、同時に行うのがおすすめです。このところが
ジョールファットになりますね。ジョールファットってこの口の横だったり、この神経を走ってるところに近いので、この振動するタイプですね。ここにすると振動してると思うんですけど、それでここのところを吸うのが一番綺麗に吸えるんですね。なので、ジョールファットまでしっかりと吸いたい方は、このアキースの先端を使うといいかなと思います。アキースの循環ですね。アキースのこの循環を使うと、一番取り残しなくすることができますし、後で3ヶ月、半年、1年経った時に、もうちょっと取っとけばよかったとか、そういったことは悩まなくて済むかなと思いますので、こちらの機械、とても非常に優れたものになってますので、とてもお勧めできるものの一つなのかなと思います。今ですね、こっち側とこっち側、両方終わったと思います。で両方ともですね、この頬のところとこのジョールファットですね、このところ、まあ、しっかり取れてるかなと思いますね。でまだここの顎下だけ吸われてないので、この後ここの顎下ですね、これだけ吸って完成になります。ここにするともう取れるところはなかなかないのかなと思いますね。で最後にこのウッドリフトがですね、頬とかこの顎下に入れてピシッてすると、綺麗な輪郭になります。なので今回はこの動画では、このジョールファットどういうふうにしたらうまく取れるのか、どうやったら取り残しないかを、まあ、実際の手術装置とともにご紹介しましたので、こちら参考にしてみてください。どうしても設定の合計のやつで80歳くらいしてたのかなって。過去に一度脂肪検査された方でも問題なく脂肪検査することができますので、この成果を参考にしてみてください。今回は40歳女性ですね。身長が160センチで体重が60キロの方の頬と顎下、あとジョールファットとバックルファットイトリフトの性質ということで、今回はジョールファットをメインでご紹介しました。でジョールファットがどこかわからない方とか、ジョールファットをどのようにしたらうまく取れるか、ちょっと疑問に思っている方っていうのは、今回の手術風景を参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問、疑問がありましたら、コメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。